まずはこちら。彗星が Today is a good day to be alive 今日はとてもいい日だと言いながら宇宙空間を進んでいますね。そこへ Fuck you in particular 特にお前はクソくらえと言いながら道を遮るように現れる木星。 Jupiter, why did you kill the innocent comet? 木星、どうして罪のない彗星を殺したんだと聞く地球に対して、木星は I was bored 退屈していたからと答えていますね。いや、文句を言うんじゃないよ地球。木星のおかげでオールトの雲や太陽系外から来る彗星が地球に当たることがないんだから。木星がいなかったら地球に生命が存在しなかったのかもしれないんだぞ。前々回ぐらいのポーランドボールの動画で日食のネタがあったんですよ。その時に月がポーランドボール化されてて、もしやと思って調べてみたらあったんですよ。ということで今回はポーランドボールの派生ネタであるプラネットボール、惑星ボールをいくつか見ていこうと思います。続いてはこちら。 Hello Probe of Earth, I am very glad to meet you. 地球の探査機さん、こんにちは、お目にかかれて光栄ですと挨拶する冥王星に対して、ただ Gotta go fast 早く行かなきゃと言いながら通り過ぎる探査機。それを Oh, okay あ、そうなんだと言いながら見送った冥王星は涙目になりながら、 I will be here if you want to visit again. また来たくなったらいつでもここにいるからとつぶやいていますね。いやー、いくらハート型のクレーターでアピールされてもね、遠すぎるから専属の探査機を送る価値を提示してもらわないと。こっちはもう満足しちゃってるんだよね、そのハート型のクレーターの写真が撮れたことで。 Hey! 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 と言いながら地球の気を引こうとする月。それに全く気づいていないのか、あさっての方向を見ている地球。すると急に暗くなり、 What the fu- なんだ?と驚く地球。何事かというと、月が地球と太陽の間に入り込み、 Pay attention to me 私を見てよと迫っていると。おかしいだろ、月は地球から年間 3.8 センチずつ離れていってるはずだぞ。ヤンデレっぽさないだろ。っていうかこれ、ゼルダの伝説、時のオカリナに出てくるナビをネタにしてるだろう。水金地下木ドッテン海と綺麗に並んだ惑星を見て、太陽が、Yup, that's a fine looking solar system. うん、素晴らしい太陽系だね、と誇らしげに言っていますね。一方、太陽が3つある太陽系では、3つの太陽がお互いに睨み合いながら、間にある惑星を重力で引きちぎっていて、その惑星が、Why doesn't mine look like that? なんでうちのはそんな風じゃないんだと大声で愚痴っていますね。何を文句言ってるんだ。いいじゃないか、太陽が3つもあって。こっちだって木星がもう少し頑張ってくれていれば、火星にも生命が存在したかもしれないっていうのに。地球が火星に対して、Hey Mars, I finished sizing up Venus and it's official. I'm the biggest terrestrial planet. You jealous? やあ火星、金星のサイズを測り終えたよ。僕は地球型惑星で一番大きい惑星なんだ。羨ましいか?と自慢していますね。そこへ木星がやってきて、ははは、boasting about being the biggest of the terrestrials? Might as well be boasting about biggest of the space dust. Jupiter is the biggest of all of you put together. I am the biggest in the solar system. ははは、地球型惑星の中で一番大きいと自慢しているのか?宇宙人の中で一番大きいと自慢しているようなものだ。木星はお前ら全員を合わせたのより大きい。私は太陽系で一番大きい。と地球を嘲笑っていますね。そこへ、アヘン、エヘンと言いながらやってくる太陽。今までの会話を聞いていた天の川銀河は、アンドロメダ銀河に対して、エセラテン語で、やあアンドロメダ、私たちが一番大きいのに、小さい子たちが自分たちが一番大きいと宣言するのは、聞いていておかしいね、と言っていますね。それに対してアンドロメダ銀河は、同じくエセラテン語で、私たちとはどういう意味だ。僕は君より大きい。僕が一番大きいんだ。アンドロメダ大きい。と言っていますね。ズームアウトしていく宇宙。さらにズームアウトしていく宇宙。そしてついに他の天体とサイズが変わらなくなるアンドロメダと天の川銀河。最後ににっこりと笑う観測可能な宇宙。上には上があるってか?それで上にいる奴ほど何も言わないってか?でも仕方ないことなんだよ。下の奴が吠えるのは本能だから。ほら、チワワほどうるさい犬他にいないだろ。金星が火星に対して、Is it you, Mars? 君かい火星。It is so very dark on you. とても暗いと言っていますね。
それに対して火星は It is Venus, but look, Terra is shiny. そうだよ、金星。でも見て、地球はピカピカしている、と答えていますね。Terra very shiny. 地球はピカピカだ。Let's ask why. なんでか聞いてみよう、という金星と火星。Wow, Terra, why do you shine like that? Wow, 地球、どうしてそんなに輝いているの?と聞く金星に対して、地球は It's because of the parasites that live on me. それは僕に住み着いている寄生虫のせいだ、と答えていますね。それを聞いた金星と火星は、Wow, nice. Wish it was me. Wow, いいね。僕もそうだったらよかったのに。Wish they would come and live on me. 私のところに来て暮らしてほしい、と言っていますね。そうこうしていると、急に地球で核爆発が起こり、地球は、And that's the downside of the parasites. そして、これが寄生虫の弊害だ、と説明していますね。金星と火星は、当然ながら、Oh my, keep them away from me.うわ、私に近づけないで、と考えを改めていますね。うわははは、そうだ、恐れおののけ。遅かれ早かれ、金星も火星も地球と同じ目に遭うんだよ。特に火星は、イーロン・マスクっていう寄生虫が核を使ってテラフォーミングしたがってるから、近々核爆弾を味わえるだろうよ。No matter what I do, these parasites living on me grow back, and each time it gets worse.何をしても私に住み着いている寄生虫がまた増えてきて、その度に悪化していく、と火星に愚痴る地球。火星は地球に、Have you considered laser removal? レーザー除去を考えたことはある?と提案しており、地球は、That's a great idea! それはいいアイデアだ、と感謝していますね。ロケットが地球から旅立つ中、Alright, hit me up, Pulsar! よし、当ててくれ、パルサーという地球。地球に対して光線を浴びせるパルサー。生命が耐えた地球は大喜びで、Check it out, Mars. It looks like it worked. 見てよ、地球。うまくいったようだ。と火星に報告していますね。返事がないので、もう一度、Mars? 火星?と呼びかける地球。テラフォーミングされた火星を見つけて、that doesn't look good. これは良くないな。という地球に対して、No shit. 全くだよ。と不満げに返す火星。無駄無駄。ロケットで隣の天体に移動できる文明が発達したとか関係ない。生命が誕生した時点で、パルサーのガンマ線が到達できないような洞窟の奥底まではびこることになるから。何十億年ってかかるかもしれないけど、また緑になるぞ、地球は。最後はこちら。This me moon Europa。これが我が月エウロパだ。You going to mention other 78 moons? 他の78個の月についても触れる?なあ。いや、と会話をしている土星とエウロパ。This is my moons, Phobos and Deimos. これは私の月、Phobos とデイモスだ、と紹介する火星。続けて、This is my moon, moon. これは私の月、月だ、と紹介する地球。はは、what? はは、なんだって ?Earth, I have so many moons and yet have never thought to be that uncreative. 地球、私にはたくさんの月があるけど、そこまで創造性のない名前を付けようと思ったことは一度もない。Earth, I have no moons, and my moons have better names. 地球、私には月がないけど、私の月はもっといい名前を持っている。と、いろんなところからバカにされ。I'm bad with names. 僕は名前が苦手なんだ。と落ち込む地球。わかってねえな。ただのムーンじゃねえんだよ。ザ・ムーンなんだよ。それに、ただ一般的でないだけで、ルナとかセレンって名前あるからね。企業のロゴをボールにしたものは、たまにポーランドボールの板で見かけてたんですが、惑星をポーランドボール化したものは、この日食ネタが初めてだったんですよね。なんでだろうなって思ってたら、なんと惑星ボール専用の板があったんですよ。なので、もっともっとミームがあるので、もっと見たいなって方は、ぜひ高評価の方をよろしくお願いします。ぼちぼち動画を作っていきます。ということで今回は以上です。それではまた。